ダメかもしれない。最近そういうのがすごい来るんだよ。なんか、降ってんやけどパーンって来るんだよ。なんか本当にこれせえか。まあ、いいよ。アザラシみたいな。ああ。僕がバカって言われたんですか。もういいよ。僕がバカでもいくつかも。やめたらいいよ。ただあの隙間は出れるよ。でも4時の後まで出れないから、なんで足踏み出したの？なんか無理やりやってたら足痛めたくなっていて。なんか、おかしかったお前さ。今の時にキャンキャン流れてます。本当に口が来るけど、さすがに。あれ？ちょっとただったとおりに、手によって崩れなくなる。よかったね、ポンチン。ハイヨンで。何？ちょっとハイヨンなっつってんの。かわいいね。ああ。大丈夫か。ちょっと僕そんなことより匂いですよ。これなんか入ろうとしてああいうのでももう虐待って言われるじゃんとかね。さっきので。ちょっとすごい違くなったね。あれをあの状態ずっと引っ張って歩いてるのか問題あるけど。何これ。昨日から浮いたのか。これはダメでしょ。才能知れないもん捨ててあるよ。ダメですね。そっちの方がかかるのにね、20万とかね。不法投棄って。あ、それ言い換えたらちょうだいレード。うん。デッキついて使うんだったらあそこに持ってきゃいいのね。まあね。トレファクとか。うん。ただでも、物がよっぽどひどくない限りは引き取ってくれると思うけど、使えるやつなら。この先需要高いじゃん。またはジモティ。ジモティってまだあるんだ。やってるよ。やってるよ。やってるよというかあるよ。うん。動物の動物の内容の動物の
供ができて世話できなくなったためみたいなこと書いてる人いるし、そうね、子供ができてさ、自分の世話できなくなって自分の手放すと考えてるって怖いよね。まあよし帰ろう。あ、山田うんちゃんくん、いやー今日も踏ん張るね。ポップ真夏であれやられてたら死んでたかもしんない、下手したら。あ、エアコン当たんないし水飲めないしだし、それが怖い。今日ちょっと暑かったしな、今日エアコンつけるのも忘れちゃったし。大丈夫でしょ、まあ生きてたからね。柵買おうかな、そこ出れないように。大丈夫、いやいや、やった方がいいよ。なんか危ないかも、どこで。あそこに書いて、なんかさ、うっかりさ、彼そこに落としててさ、それをこっちに気づかないで、これが食ってさ、帰ってきたら死んでるって可能性もあるよ。お、出初め式ご飲食って聞くとけさ、すぐ対応しないと死ぬからね、致死量高いと。出初め式くんやってるね。リーガルか、全然靴買わなくなったな。中古しか買ってね。何いいじゃん、そんな盗む後にやられるとちょっとめんどくさいね。なんか今日特にストレス溜まってんの。うん、常に溜まってるよ。いや、多分さっきのが一番意外ですよ。外出てたやつ？ポンチロー、お前反省しろよ。いや、あれが本当に苦情来て追い出されてめっちゃ困るじゃん。まあ大丈夫。うるさいかもしょうがない。親に土下座してちょっと済ます、ね、永遠に住みそう。まあそれでもいいけど金ね、うん、あそこだいぶ親のなんかある程度の面倒を見るつもりでいるから家近いし、だいぶ浮くよ。だってかかんないの。 駅から離れるぐらいで8万ぐらい浮くよ。8万浮くって相当だよ。まあでも生活費は入れないとね。あ、まあね、入れるけど8万も必要でもないでしょ。ただ、ゴミ屋敷とかなんて、ものちゃんと片付けたらダメだよ。うん、それはね、夜な夜な遅くまでガタガタやれないよ。しないしないしない、さすがにしない。ただ8時以降でやったら多分うちの親は怒るよ。しないしない、さすがに音ゲーとかやんねえよ。やんないやんない。
うん。ストレスがバーンって半端ないんだよ。